バンババンゴシソさん、バンババンゴシソ様、みんなもやってみてください。どうもね、先ほどお豆腐3パックをね、ボーンって3パック丸ごと落として全部こぼれた私ですけども、めげておりません。全部一食で消費しきればいい話ですからね。そうでもって豆腐をまた買えない話ですから、豆腐なだけね、まだマシよ。比較的ね、安価で買えるものだから、3パックでまあ大体スーパーでね80円90円ぐらい、プライベートブランドなんでね、そのぐらい値段で買えるんでね、いいのよ、いくらでも。やらかしちゃえばいいんだよ、失敗って大事だから。やっぱ失敗はまあ良くないものだけど、失敗したっていう経験はね、いいものだから。失敗したっていう経験があってこそ次に生きるものだから。私ね、経験ってとても大事なものだと思うんだよ。何事もそうなのよ。なんだろうな、初めから何でもうまくいく人間でそういないから。まあたまにね、いるんだけどね、何でも最初からやってできちゃう人っているんだけど、大体そうじゃないからさ。やっぱ経験を経て、失敗という経験、成功という経験を経て、この取捨選択をしていくっていうのがやっぱ大事だと思うんで、その中でやっぱ失敗をしていくっていうのは大事なのよ。それも糧になっていくわけですね。僕が豆腐を3パック豆腐丸ごとバーナーで落としちゃったのも、あ、やっちゃった、こうこれすると落としちゃうんだなみたいな。まあいっぱい物持ってたんでね、他にも物をいっぱい持ってる中に豆腐の3パックもあって、ボーンと落としてたら、あ、ダメだって。次からもうなんかもう入れ物に入れるしかないんだな、そうすればもう安全だって、それを学んだんで、これはいい失敗経験になった。みんなもどんどん失敗しよう。これが何の時間かって、ごちそうさまの時間だよ。ごちそうさま。ただいまの時刻、午後11時20分ごろ。行くぜ、俺の秘技。ごちそうさまでした。いやー、実はね、こうあれなんですよ、寒いんですよ、寒いんで、こうお家の中でもマフラー巻いちゃったり、上着を着たまんまだったりしちゃってるんですよね。どうすればいいんですかね。なんかこういう動画でね、言うことでもないのかなって思いはするんですけど、でもなんかこうやっぱみんなにこう意見を聞きたいというか、寒い、みんなはこういう寒い時期にどうお過ごしなのかなって、家の中でどうお過ごしなのかなって。もちろんね、俺も我慢が効かなくなったらね、暖房つけたりするけど、なんかこう耐えたいみたいな部分があるじゃん。
我慢強さを鍛えたいというかね、こう、いや、まだ平気やみたいな、暖房ばっかり頼ってられんみたいなね。まあケチくさいこと言うと電気代もバカにならないしさ、暖房ばかり頼ってられんって、暖房に慣れたらあかんみたいな。暖房つけっぱだとさ、こう外に出た時のこの気温の変化というかね、家の中めっちゃあったかいのに外めっちゃ寒いみたいな、この気温のギャップにも耐えられなくなっちゃうと思って、それでなかなかね、こう家の中でも防寒着着てね、マフラーとか上着着てやってるんだけども、こうなかなかね、ここから1月2月寒さもどんどんピークになってって、そこからちょっとずつ暖かくなるのかなと思うんだけど、難しいよね。俺はどっちかって言ったら暑さより寒さに耐えられないタイプなんだけど、もうここから暖かくなっていくのに向かって頑張っていこうと思ってるんだよね。ごちそうさまでした。寒い、暖房つけるわ。